アリッチャーリスパークが早めに更新されることに本当はエクスタシーを感じていたのではないですかどうもハリソン山中ハ <laughs> リソン山中じゃないのよ <laughs> ハリソン山中アリ・チャーリスパークやんないのよ <laughs> それさ アドリブでいやいやいやいしアドリブで一番怖い言葉あれハイルソン山中に言われるアドリブではいや地面師たち面白すぎたな面いやかったねあれはこれもうほんとね皆さんも聞いてると思いますけどもこの評判評判はもうすごいよめちゃくちゃいいっすよ地面師たちいや面白かったねネットフリックス限定の大根仁監督ね まあ、このあれですよね。地面資詐欺事件ね。地面資詐欺。積水ハウスが。は流されたんですよね。地面資詐欺グループ。まあ、その不動産の所有者、地主。地主を語って。この土地売りますよと。いう取引を企業に持ちかける。でも、地主はそんなこと言ってない。本当は。言ってないけど。でも、偽物。 うん、仕立て上げる、ね、偽物の地主ね。地主に似てるやつを捕まえてきて, <laughs> てスカウトしてくんな地主ですと。<laughs> すごいよね。言わせる。で書類も全部偽造で用意する。実印とかその不動産の権利証明書みたいなやつをありとあらゆる書類よりも偽造で用意しこの偽造をねするやつとかもなそう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 。<laughs> プロフェッショナルだから。チーム詐欺感 チーム詐欺感ねチームで詐欺するってやっぱ面白い面白いですよねオーシャンズレージとかもそうですけどそうそうそうチーム詐欺の日本のやっぱ傑作そうねこれはわかる海外のこういう系ってなんかちょっと派手でさなんかさ面白いんだけどこう身内感がないというかしちょっと。 話がでかすぎ CIA とかなんかでてったりとかミッションインポッシブルとかもチームのものではあるけどそうそうここまでいっちゃうともうなんか、ね、そうなんだもうエンタメただのエンタメになっちゃうんだけど。 でかい話なんだけどちょっとこの日本の経済のなんかねそうそうそうそい話とかそうリアルなんかすごいしみったれた感じもすごいあるんだよだからそこがめっちゃいいなんかリアルですよねやっぱりそうそうそうリアルではないんですけど実際あんなことは実際あんなやついねえよそこまではないですけど実力犯罪者というか実際の事件をね元にしてるんですごいリアリティーもあってとたまんないねあれね ももう豪華。俳優陣良かったよ。ねえ、豊川悦司、林野剛、小池徹平、小池徹平、演技力のあるそう方たちがもう揃ってですね。もうなんかね、その時点で面白そうだなと思ったけど。この演技の厚みも素晴らしかったですね。良かったね。リリーフランキー良かったこともある。最高。四話のリリーフランキー。いあ最高だね。なんかリリーフランキーってさ。 あの悪役もやれるじゃないですかあれね「悪えるール滝と組んだあれとかもねそうなんかさ怖いのもできるけどなんかこうみぼらしいい感じもよねちょっとしょぼくれた枯れた感じ万引き家族とかもそうだったあ確かにねだからなんかやっぱリリー・フランキーすごいっすね今回は松田すごかったですね演技がこっかよかったこんなんできるかみたいなねえ ちょっとあれやれって言われたらさお寿司さんできる<笑><笑> あの演技できないでしょ絶対できるやつお寿司さんがあれをやるところみたいないきなりあれやれってできるやつない？あれやでやる俺ハリソンやるからお寿司さんリリー俺のリリーやるあれやろうよなんか廃校じ廃校でああいいかもしれない確かにあれはでも相当演技やってる人じゃないすごいよねできないでしょあんなことでなんか俺裏話とかまで全部見ちゃったんだけどさあまりに面白かった 大根監督がとにかくやっぱテイクを回すキューブリックスタイルというかめちゃくちゃテイク取るらしいんでああ何個も何個も取んだ40とかなんかもう普通にいくらしくてなるほどすごい大変だったみたいですなんだその裏話制作までちああなるほどあれも出てくんじゃん「ダイ・ハード」のさのそうあれ あのあれの裏話がこの本編に出てくるダイハードあるあるダイハードあるあるダイハードといえばの話っていうのをハリソンがし始めてなんかすごい映画あるある言ってるなって思ったらたまんないわあのところ本当ピークたまんねえと思った立ち上がったもんないから一回 っつってあよかったよね満足感すごかったすごかった7話ですよこれでも7話しかないのよ50分ぐらいで7話で1日半日なんならそうそう終わっちゃうよバンって見ちゃっ見れる見れるけどとんでもないそう満足感16ぐらいある感じするもんね面白かったまたあのこのね土地を巡るさ話のこの何て言うんですかね エネルギーというのか、うん、関わる人たちのやっぱ欲望がやっぱすごいじゃんあの不動産のねデベロッパーのなんか業界の感じみたいなこれもなんかやっぱねもうそうそなのよなんか全員浅い人間なんだけど<ー>でもなんかその土地開発に命をかけてるというか実際の不動産の人はそうじゃないような気もする。<あー> <laughs> <laughs> どうなんだろう実際は実際はどうかわかんないけどなんかすごいもうさ自分たちのことしか考えてない感じうね、うん、あの終わった後のなんか金を使ったこの打ち上げみたいなのさ、うん、感じあめっちゃ嫌だったあれ <laughs> た俺羨ましいなと思ってあれあれが羨ましいなんか、うん 仕事のしたあとに何か上司の金で豪遊するみたいのって何か憧れちゃうなみたいな中いでですかもそうそうそうあのやっぱアメとムチのさ浅い感じもいいよね山本浩二が山本浩二が不動産開発部長みたいな感じ怒るんだけどね すごいブチ切れまくる、パワハラの王将な。んですよ俺たち戦争やってんだよ。そうそうそう、早く情報取ってこい、やめようみたいな。めちゃくちゃな上司。なんだけど、それ部下を思いやる一面。もある。やっぱああいうとこはないとね、やっぱついてこないよね。さいな。そしてなんか秘書と。怪しい人間的な浅さですよね。でもすごい大きなビジネスをこの転がしているという。百二十億。 の取引を転がしてるんですでよもこの、ね、やっぱ土地が持つ魔力っていうんですかねやっぱ地面詐欺をなんかこの地面師たち見て感じたのは、うん、やっぱこの土地っていうものが呪力。 呪術というか、そう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 、何かこう曲が曲がしいものを呼んでるみたいな感覚がすごいねあって、そこになんか見せられるっていう感じありましたね。そうそう。まあ実際そのお金も大きく動くし、なんかその土地を変えたい、うん、となの町を、土地を変えたい街を変えたいみたいな欲望とも繋がってるし、そのサラリーマンが 立出世の道具としてこの土地を使うっていうことでもありやっぱとんでもないパワー、うん、エネルギーがなんかそこにこう埋まっている。ね。寺だしねうん うね、そうハイビルからこの詐欺師たちがさこれから取り合う土地を確認しに行くシーンなんだけどそれがもうまさに呪術廻戦の確かに渋谷編みたいな感じなんだね。<laughs> ああ確かに上から見下ろす感じねそう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 、うん、あれがなんか禍々しい感じがうまく出てていい確かにやっぱ呪力あ,りあるなとなぜか んかそんなんもう人間が勝手に決めてることじゃないですかそうだよここが五反田でうん、うん、渋谷でみたいなことさ、うんうん、そう,そう勝手にですよ勝手に人間が線引いてうん、うん、ここはなんか地価が高いだのんだろうねうん、うん、何用地だのうん、うん、勝手に決めてる。 だけのものに何十百億の金をただただなんか動かす。何なんだこれみたいな。そうですよね。幻です。誰がこうしたのみたいな話でもあるんだけど。やっぱこうそこに欲望がこうどんどん吸われていって。欲望がいいよね。みんなが破滅していく。こ,このね。やっぱ欲望って。いいよね。いい。なんか。 よ欲望を見たいんだよやっぱり人はやっぱ見ちゃうねうん、うん、欲の話そうだねうだそうかもんあんな欲を自分も持ちたいと思うもん思うねこれはね <laughs> うんでもなんかやっぱ実際の事件は結構やっぱざるというかなんかひどかったらしいんですよねこの積水ハウスが騙された俺もう「文春」で読んだんですけどあそうなんだ話文春で出てんだ、うん、なんかそおかしいんですよやっぱ明らかに。 だまあ、騙されるわけないっていうか完全にいわくつきの物件というかもともとすごい怪しいみたいな感じでこういう情報って不動産業界は全部共有し合うみたいなことはあなんかそうだよねあの土地怪しいですよみたいなことをうん、うん、全部共有し,し合うらしくて。ななるほどだからなんからんその 土地の取引が持ち上がった時に野村不動産が警告したらしいんですよ積水ハウスにこの話は怪しいと詐欺だぞと気をつけてねみたいなを教えたらしいんですけど全無視したらしいええそうなんだで話の中にもあったんだけどもう止まらない止まれない社長案件みたいなことを言われて社長会長派閥があるからそうそうその。 争いんかここでストップしちゃうと会長側に負けちゃうからみたいなねとか、うん、まあもしかしたらその詐欺をね起こすことによってどちらかの陣営がみたいな話とかあなるほどそっちもあるか,、うん、なんか結構やっぱもうもっと生臭い事件だったらしいあ、まあ、実際多分そううだろうねかつあんなクオリティの詐欺ではない <laughs> そ,そうだよ <laughs> <laughs> そんなあのミッションインポッシブルみたいな,な。華麗な,なる犯罪みたいなことではなくかなり泥臭いもう。

それに全部も引きずられて結局50億ぐらい取られちゃったなえそうでっていう事件だったらしいんですよねいやあそうそうなので内部がんかちょっと内部は内部でんかいろいろあったんじゃないか文春の記事」で皆さんこれ読んでください会社内は相当ドロドロしてそうだよねあとはなんと言ってもやっぱハリソン山中の吸引力ですよねこのハリソン山中ですよね もっとうですリーダーなんですよね詐欺グループのリーダーでーもう全てを見通しているというかうもうすごい能力がとにかく高い高い <laughs> みんながもう手のひらの上で踊ってしまうような男うなどっから見てんのっていうところから見てるからね、うん、あと嘘すぎる嘘すぎるいな <laughs> <laughs> すぎるは初のね オープニングシーケンスからもうさああれは嘘アラスカでんかクマを撃ったりとかしてんだよあそうそうそうそんなやついるかみたいもあの始まり方ネットフリックスっぽいなあれいいよねつかみとしてやっぱねそう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 か嘘だろって思うけどよウ嘘の海外てくよしだよな感じ 嘘だけどこれやっといてくれるといいな。そうそう,そう、うん、なんか箔がつくからねやっぱね。これハリソン山中はやっぱその金もまあすごい大事なんだけど、うん、本質的には金じゃないところで動いてるというか、うん、なんかもうとにかく人間を破滅させたいんですよね。うん、ハリソンの、うん、目の前でその破滅を見るのが快感っていう。うんうん それを見たいがためにこの詐欺師グループとかもなんかやってるのかなみたいなちょっともう奥底が知れないみたいなやす,すぎてあいつの気持ち全然理解できないからねでもなんかすごいんですよねそうねもうこいつはちょっとゾッとするけどそいつが一言言うたびになんかこう もってなるっていうね、なんかもっとみたいよね。いろんなパターンのハリソンみたい、もっとみたいやっぱり。なんかいろんなさあ、アングラの人たちとの対峙するハリソンを見たいわ俺。ああいいでね。キャラクターがめちゃくちゃ魅力的。豊川悦司がまたここに。豊川、豊悦やっぱすごいね。豊悦以外はもう無理だっていうぐらいハリソンですね。あそうだったね。もうハリソンだったわ。いやすごいわこれ。なんなんだねあの人のね。 ねえんかボソボソ喋ってんのになんか心にズドンとくるねよく声が聞こえんだよなすごいやっぱりいやもう本当夢中になっちゃいました久々に選手たちはちょっと俺もう一回見るわ多分最初から確かにもう一回見たいかもあとさあの綾野剛とそのハリソン山中が出会ったシーンもよくなかったすごい出会った最初 あのさううホテヘルみたいなさ <laughs> ホテルの中でって出会うんだよ。綾野剛はこの詐欺チームの、まあ、もう一人の主人公というそ、ね、そうだねでそのとハリソン山中二人の話っちゃ二人の話だよね。その出会いのシーンがなんかね俺は結構すごいさいいな,なんかちょうどいいさじ加減の出会いで。まあ、綾野剛が デリヘルを送迎する運転手だったんですよね。もう高級デリヘル。過去になんかいろんなことがあって、そういろんなことが結局そこに流れ着いたみたいな感じでその女の子をあのホテルに連れてったら、ハリソン山中がいてハリソンから電話かかってくるね。そしたらどういう経由で電話かかってくるのかよくわかんないんだけど、ですぐ来てくださいとか言われて行ったら。 まあこれちょっとネタバレになっちゃうかもしれないけどこのシーンはいいいんじゃな最初の方だからね女の子が死んでるんですよねそうですねで金札束をドスンと積んでどうでしょうこれで見なかったことにしませんかっていうことになるんですよね買収しようとでもう淡々とねでもう死んでるから死んでるってことはもう山中にとってはどうでもいいことじゃない。 お互いこれで済ませましょうよ。っていう感じで、それに対して綾野剛はあのうわっつって心臓マッサージをして助けようとする。で、なんとか助かるんだけど、なんかその駆け引きがその綾野剛のキャラクターと山中のキャラクター。どっちもこう際立って見せる。確かにそうなんか。まあ正義正義ではないんだけど。 軽く正義の中にいる綾野剛と完全なる悪にいるがそこでシンパシーを感じるっていうところがな,、ね、なんか見事だなと思っん確かにこれうまいシーンうん、うん、対比がね2人の,その主人公の対比がちゃんと描かれているいそ,それなのにつながるっていう感じがねいいですねいいですうん <laughs> いいわ ちょっと地面師たちもっと話したいですけどねええまあ今日はまたちょっとメールコーナーこ<う>の事件を読んでいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします,します地面師たちおすすめですおすすめです,す,す,めですアリッチャリスパークボーまた語らない言葉でハイになってさいる人探してこうぜ深夜に馴染んだ 後腹直っで笑って朝目が覚める頃に二人を忘れて電虫の波に乗ってあの時やの事件もありえる日常の最中に特別を生み出していくんだいつか忘れちゃうの今は押すしかないって叫んでそしたら今日もくだらない話をしようよあの はいはい。小説は2作目も出てて。え、そうなんだ。ファイナルベッドってやつも出てらしくて。これはね、またあいつに会えるらしいんですよ。え、ハリソンに。え、そんな。あその小説もあれか、本当とちょっとミックスして。てああ、なるほどね。おお、北海道。 なんかその北海道のリゾート地をめぐる詐欺事件らしいんですけど、うんおーおー、なるほど。割と同じらしい、ね。<laughs> 同じだ。まあ、同じだろうね。やること決まってんの。それはそうだよ。不動産取引って。だいたいも,も同じなんで。<laughs> 寒いからとか関係ないもんね。やることは割と同じらしい。っかそっか。は聞いたんですけど。まあ <laughs> でもね。ちょっと小説も読んでみようかなって思うぐらい面白い。<laughs> そうだよね。本当本当。そんなわけでじゃあ、えー、メールコーナー。はい。あの事件を。 読んでいきたいと思いますお願いしますネコ、えーね、ちゃんふわふわ日曜日さんお、かわいい原宿さんおすさんこんにちはこんにちは、えー、あの事件のコーナー投稿します事件名は英語のテストどうやった事件です<う>高校生の時のことです私は部活終わりの帰宅中でいつも通り友人と喋りながら駅のホームで電車を待っていましたホームの階段近くに立っていると 階段の上の方からおじさんに声をかけられました、うん、この間の英語のテストどうやった <laughs> 全く知らないおじさんです誰だよ困惑しつつ私の方が目が合った気がしたので答えました、うん、まあまあです <laughs> 答えたんだ少し前に定期テストがあったのですがそのことをなぜ知っているんだこのおじさんはという気持ちになったのを覚えています、うん、その後おじさんはそうか まあぼちぼち頑張りやと言って笑顔で去っていきましたおじさんが去った後友人と「知り合い全然知らん。なんで英語限定だったの?」などと話し合いました、うん、私はなぜか知らないご老人に絡まれがちなのですが親戚のおじさん感のある絡み方をされたのは後にも先にもこの時だけでしたあの時のあれ何やったんやろうねと友人とたまに話すあの事件なん <laughs> だそれ <laughs> お前まあまあかありそうな。でもなん,なんでこんなこと聞いてきたのかな <laughs> いや多分もう本当つまんない意見ですけど、うんうん、多分。 勘違いしたんじゃないですか。その。知り合いだと思。って知ってる女の子だと思ったんじゃない。おじさん。おじさんが。うわ。迷ことかね。すげえ、怖で、それに対して。答えたから。おじさんはおじさんで、こいつ誰だよって思ったんじゃない。あっちはあっちで。そうそうそう。向こうもビビってた。可能性あるよ。ねかもしれない。結構そういうことあるからね。人違いと思って話しかけちゃって、相手も。あ、やべって。そうそう。うん。 あの話出しちゃうみたいなうわあそうだったのかなおじさんも間違えたやばいやばいやばいみたいなことを思ってたらまあまあですって成立した感じで引くのもおかしいからじゃあぼちぼち頑張りやって言ったんじゃないのその可能性もあるかもしれない向こうもうビビってたははいで続いて人の道を解くのも愛なんですさん えー、原宿さんお世さんこんにちはこんにちは。ちは私が小学校1年生だった頃の事件について話させてください小学校に入学してからしばらく経ち小学校生活にも慣れてきた頃だったと思います当時からちょける癖があった私は楽しい音楽の授業中に人を受け取ってやろうと思い立ちみんなで大きなのっぽの古時計を歌っている時元気に 大きなチンコのフルチンコ <laughs> と渾身のパンチラインを放ちました <laughs> パンンチラインじゃねえよそこそこの笑いに包まれる教室<笑><笑>私は満足したのですがうん、うん、その状況に待ったをかけた人物がいました「音楽の先生お,おい!」という先生の怒号に水を打ったように静まりかえる教室、うん そこから残りのの時間は怒涛の説教ラッシュでした <laughs> 先生の主張は「替え歌を歌うことは犯罪である」というものでした <laughs> 大げさすぎるだろ確か音楽の歌詞が書いてある教本の裏表紙に「許可なく無断複製複写を禁図」と書いてあるそうういことじゃないだから替え歌は犯罪行為なんだと今考えるとめちゃくちゃな理屈で怒られました <laughs>、うん しかし当時小学校1年生の私がその説教の口頭無形さを見抜けるわけもなくうん、うん、私は逮捕されるんだと思って <laughs> いいその場で号泣してしまいました。<laughs> <laughs> しばらく私は数人のクラスメートから犯罪者という扱いを受けひどい警察がいつ来るかわからない恐怖に怯えながら大好きな軽泥も洒落にならなくなり気まずかったような気がしますなるほどあーなるほどね <laughs> これは先生よくないっすわそんな怒んなくてねそうよそれ犯罪者にしちゃダメですよねえっ<ー>ういじゃん <laughs> ね<ー>大きな鎮光で鎮光で鎮光で鎮光と嘘どっちの方が悪いんですかって言いたいたよ、ね <laughs> うん、フルチンコってなんだよ、とかだったら <laughs> ね<え>、ね。お前の新しいだろうがって言ってやれ <laughs>。どういうこと。<笑><笑>小一だから。小一のチンコ。古いチンコね。そっか、<laughs> 古いチンコって意味か、これ。そうです。あの。 完全のフルかと思 <laughs> だってフ,フ,ルフル時計から来てんだからか <laughs> 古いチンコって意味かい分かんないそれ <laughs> フルチンコっていういフル装備のチンコのことを言う <laughs> フル装備のチンコはどんなチンコなんだ、うん、<laughs> それ <laughs> そっかお前の新しいだろって <laughs> そう、そんぐらいでね、済ませてやったらいいんじゃないかな、うん。本当だ、一年生なんだよ、特にね。いや、でも替え歌って、やっぱ俺結構ね、うん、クリエイティブな行為だと思うんですよね。おーおー特にその幼い。 小学校の,の替え歌とか何かをもじるみたいなのがって結構なんか創作の入り口だった気がして,て自分と重ね合わせても割とそういうことをやるやつってもっとどんどんやれって言ってやった方がおおか面白くなるんじゃないかって思いますけどね替え歌をやる人はやっぱ面白い <laughs> 替え歌はやっぱ面白い替え歌は面白いよどんどんやらせてくださいでは続いてさ はちさんえー、お二人のラジオ、いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。えー、あの事件をお送りします。えー、小学校5年生の時の話です。<お>当時、私の地元にはエブリワンという名前のコンビニエンスストアがありました。<ー>焼きたてのパンが並ぶ珍しいコンビニで特にドーナツが絶品でした。<お>揚げたパイ生地のようなザクザク食感。 口どけの良いチョコレートでコーティングしてありサイズはかなり大きめ、うん、一つ食べると心が満たされる最高のドーナツですいいうまそうある日学校から帰宅すると台所にあのエブリワンのドーナツが一つ置いてありましたいいね弟と半分こして食べましたがうん、うん、母の帰宅後事件は起きました、うん、なんと母はドーナツを2つ買ったというのです<ー>真っ先に疑われたのは先に帰宅していた弟です弟は食べてない と言いました、うん、母は弟を疑い続けますうん、うん、その後2時間ほど尋問が続き <laughs> 長いよ一体誰が食べたんだと思い始めたところで母がじゃあ泥棒がドーナツ盗んだんだねと言いました、うん、私は震えました <laughs> 泥棒が <laughs> ドーナツを、うん、その後も母は夜勤中のお父さんにもこのこと伝えとかなきゃ とかこのままお家にいたら危ないかもねと音楽的に動き始め私はどんどん不安になってしまいました泥棒がお家に潜んでいたら殺されてしまうかもしれないとやや玄関の近くで過ごしたりもしました逃げられるよねしかし母が「い家の鍵も買えないとね!」と言った瞬間弟が「僕が食べた」「あっさい」「そしてクールに白状しました」「本当に食べたんだ」 母は「だと思ったよ!」と静かに言い放ち 2>,、うんうん、2人はつまらなそうに家族会議から離脱していきました 2>, <laughs> 2人のテンションにポカンとしましたが次第に納得しました母は最初から弟を疑い続け弟は自分が食べたということを知っていましたエブリワンのドーナツが泥棒に包まれてしまったと本気で信じていたのは私だけでしたなるほど ファミリーマートに変わってしまったエブリワンの店舗を見かけるたびに思い出すあの事件ですああなるほどちょっとどんどん大ごとにして自白を引き出すというスタイルなるほどなあそっかもうそこまでやるかって思ったけどなあでそんな嘘そつくのっていうそのしょうもなさこいつちっちゃいなみたいないいじゃんみたいなでもそのさ なんかその嘘と決めつけてしまうのってどうなる親的にはさ多分 100%,、うん、もう100に近いか可能性で弟が食ったんだろうなって思うけど、ねうん、違う可能性もあるわけでもし違った時に、うん、そんだけ疑ったことを弟はめちゃくちゃ、うん、ショックを受けるだよ、ね、っていうことをまで考えてやんないといけないんじゃないのってこの時のお母さんはもう嘘か。 <laughs> こんなことで嘘をつく自分の息子がっていう許せないっていうそんなわけないじゃんみたいなお前だろみたいなそれも結構傷つく気がするんだよな実際食べてたとしてもな,な。るほど だからもうある程度さ疑ったら「信じるよ」っつって信じた方が俺は罪悪感あります。真っす感を植えつけるそうあ当だねみたいなそう信じるお母さん信じるそうそう。の方が俺はいいと思って俺的には分かんないけどね別にどっちも。でもんかこういうことなんかちょっとあるよな家族間であるある明らかにお前やったろみたいな時あるそういう思い入れが蘇るようなねうんうん。 うん、ですね、えー。では続いて、はい、タンバリンさん。お、タンバリンだ。タンバリン、ね。<laughs> <laughs> じゃない。<laughs> はい、えー、原宿さん、奥井さん、初めまして。はめまして。原宿さんがやっているもう一つのラジオニュースオもころウォッチにて、はいはい、デリバリーピザの配達支援で裁判というニュースを聞いて思い出した事件について投稿します。うう高校2年生の冬休みのことでした。1年生の時点で高校を退学し。 某ピザチェーン店で働いていた友人からクリスマスシーズンは爆裂に忙しいので、うん、前後数日間でいいからとお願いされ短期バイトに入っていった時のことです私は確か3、4日ほどそのピザ屋にバイトに入ることになりました 事前に聞いていた通り仕事はとても忙しくバイトだけでなくおそらくベテラン社員と思われる従業員も大勢働いていてそれでも回らないような状況でした私は主に足りなくなったトッピングやピザ生地を補充したりピザを入れる箱を組み立てたりなどの雑務をしていて巨大冷蔵庫に不注意で閉じ込められそうになったりもしました従業員の中には元ヤンっぽくて言い方がきついながら「さっきは強く言っちゃってごめんね」 と言ってくれたりする熱い姉ちゃんやうん、うん、おそらくベテランと思われる仕事をテキパキこなし私たち短期バイトにも優しく接してくれるけどその優しさゆえかなんとなくみんなから舐められている雰囲気のお姉さんシャイなど <laughs> 詳細に教えてくれるな個性的な面々がいました <laughs> はい、はい、デリバリーピザ屋はピザを作る担当と配達する担当が普段は完全に分業されているようでしたうんうんうん 忙しさががピークにに達しししたた月24日の夕方はは、うん、キッチンに怒号が飛び交うほどでそんな中事件は起こります<う>忙しさから殺伐としつつも一生懸命オーダーをこなしている最中だいぶ前に注文されていた商品が届かないとのクレームの電話が入りましたそのオーダーは実際何かのミスで見過ごされておりはい、はい、後から入ったオーダーが先に作られ配達されていましたある、ね、現場は凍りつきます そののクレームの注文を急いでで作ることは可能です、うん、そして配達用のバイクも1台だけ残っていますうん、うん、しかし配達担当の従業員は全員出払っていて、うん、ピザを作っても配達ができないという状況になっていたなるほど短期バイトの私にもやばい状況になっているということは伝わってきました、うん、でも配達できる人がいない以上どうすることもできない、うん、その時、うん 私が行きますと、颯爽とバイクのヘルメットをかぶったのは、うん、優しいけど、舐められがちなお姉さん社員のあの人でした。あんた配達できるのか、皆 <laughs> <た>驚きと期待の表情でお姉さんを見ます。うんうん、お姉さん、社員はピザができると慣れた様子でバイクで客の元へと走り去っていきました。 少年漫画のような展開に私も手に汗を握り、うん、働く人ってかっこいい <laughs> と密かに興奮を覚えましたなるほど数十分後その人は配達から帰ってくると、うん、もう英雄です、うん、間違いなく現場の士気も上がっていたと思います <laughs> その後もも何とか爆裂な忙しさを従業員みんなで乗り切った就業後は何とも言えない達成感に包まれていましたうん、うん、ピザ屋ではこういう漫画やドラマのような胸熱な事件が 毎年クリスマス時期に起こっているんだなと社会勉強になったあの事件です。なるほどすごい。マッドなバイト体験いいねこのドラマチックな。<laughs> いいね。いやでもあるのよこのね、うん、クソ忙しい配達業の時。うんうん、その時に社員さんがはいはいはい率先して現場の危機を救うという。うんうんそう この暑さこれね、寿司屋でもよくありましたよ配達のなんか正月なんですよ寿司屋がめちゃくちゃ忙しいそういう時にその配達者がいなくなった時の一番この偉いオーナーの息子って人がいたんだけどその人が自分の持ってるロードスターの車 あ車ね自前の車でブーンって楽し、うん、そうそうそう,うわそうそうそうそ <laughs> っそう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 分かるだからすごいかいやっぱ仕事人ってやっぱかっこいい <laughs> そうだから、うん、あのなんかあれですよね、うんうん 女子高生とかはその社員とかお好きになっちゃうんだよね、うんうん、かっこいいからね。やっぱ頼りな。その狭い世界の中ではもう。そうなんですよ。めちゃくちゃかっこいい。ヒーローですから。そうそう、うん。やっぱでもこういうバイト先の小さい話ってやっぱね。なんか熱くなりますよね。すごい。そうだね。ねはい、続いて、マ真弓太郎さん。原宿さん、お寿さん、こんにちは。こんにちは。私と主人の間で、たびたび会話に登場するあの事件について、お話しさせてください。その名も。 かけすぎかけすぎ事件です我が家の近所には少し大きめのスーパー銭湯がありたまにそこに行ってリフレッシュするのが私の小さな楽しみでしたうん、うん、でしたと過去形で表記したのはうん、うん、あの事件以来なんとなく足が遠のいてしまい最近はあまりその銭湯に行っていないためです<ら>その日私は仕事が休みで日中のうちから銭湯を楽しもうと お昼過ぎ頃にその銭頭へと向かいました。銭、ね、頭に入り、まずはシャンプーをして、そしてトリートメントをしているときに、その事件は起こります。うんうん、髪を洗い流す私の肩をトントンと、誰かが叩いた気がしたのです。うんうん、私は、親と思いましたが、素、うん、っ裸で、しかも髪を洗っている最中、まさか知り合いがいたとしても、声などかけてくるはずないと思い、うんうん、誰かが後ろを通った際、 タオルか何かがたまたま当たっただけだろうと思いましたそのままトリートメントを流す作業を続けていると再度トントンと肩を叩かれる感覚がさすがにこれは気のせいではないと思い髪を流すのをやめ後ろを振り返りました、うん、どうやら斜め後ろ辺りで体を洗っていた 単発で白髪の太ったおばさんが私の肩を叩いていたようでしたうほうほう知り合いかなと思うおばさんの顔を見ましたが心当たりはなく、うん、一体何の用だろうかと不思議に思っていると唐突にそのおばさんは私に向かってこう言いました、うん、かけすぎかけすぎ <laughs> その一言だけを言って黙ったおばさんに私は困惑しました <laughs> どういう方？かけすぎ <laughs> 何を<よ><よ> と考えました本当だよ何のことだか全くわからず、うん、聞き間違いかとも思った私は <laughs> えと聞き返しましたすると再度おばさんがかけすぎかけすぎ何なんて！<laughs> <laughs> 何をか言えよそれ以外は何も言いません, <laughs> ん聞き間違いではなくやはりかけすぎかけすぎと言われた私は脳みそフル回転で 何をとと考ええつつ <laughs> とりあえずするとそのおばさんは満足したようで、うん、私に背を向けて自分の体を洗い始めました <laughs> もしかして私の使っていたシャワーが、うん、知らず知らず斜め後ろのおばさんのところまで飛んでかかってしまっていたのか<ー>と考えたのですがはい、はい、距離からするととても銭湯の弱いシャワーが届いていたとは考えられません。うん では何をかけすぎと注意されたのか考えた結果、うん、お湯をかけすぎかけすぎと言われたのではないかという仮説にたどり着きました、うん、私は毛量が多くシャンプーやトリートメントを流す際には人よりも時間がかかりますうん、うん、もしやそれのせいでおばさんにお湯を使いすぎだと注意されたのではと考えたのですうん、うん、他に何をかけすぎと言われたのか見当もつかず ひとまず私の中でお湯をかけすぎと言われたという結論で落ち着きました、うん、しかし私の中ではおばさんの言い分に対してのモヤモヤが膨らみます、うん、きちんとお金を払って銭湯に入っているしお湯の使いすぎと注意されるほどの量だったろうか <laughs>、うん、無駄に垂れ流していたわけではなくトリートメントをまだ流しきっていなかったしそれに髪の毛量には個人差があるものなのでは一度サウナに入った際そのおばさんもサウナに入っており あまりにもモヤモヤしすぎていた私は思い切って「何が書けすぎだったんですか?」<laughs> と尋ねようかとも思いました。<laughs> しかし他のお客さんもおりましたしうん、うん、何より勇気が出ず結局そのまま銭湯を後にしてしまいましたあそか家に帰って主人にもこの事件のことを話しましたがお湯の使いすぎなんて注意されることあると結局何がかけすぎかけすぎだったのか今でも謎のままです本当だよ、ね、大した事件ではないのですがなんとなく大人になってから他人に怒られた経験として心に残ってしまい ドレッシングやマヨネーズをかける夫にかけすぎというたびにかけすぎかけすぎと言っては主人とあのおばさんの話をしている面白いかけすぎかけすぎ何よ。なんだろうなかけすぎかけなんかそのお湯とかそういう話じゃなかったのかも人生にちょっとかかってたのかな人生にかけすぎってるよ頑張りすぎてるよかけすぎかけすぎって 決ま <laughs> るなやみたいな <laughs> そういう精霊がいて励ましてくれた <laughs> なんか深刻な顔でシャンプーをしてたのかもしれないよねその表情を振ってみたおばさんが <laughs> <ー>かけすぎかけすぎ <laughs> いもっと分かりやすく言えよ主語かな本当だよ 何だったんでしょうねこれ。分かんないけど面白い。こんなんで人に注意できるってすごくすごい。土橋。いや本当。何がってさ。いや本当意味が分かんない。意味が分かんなすぎる。なんかも言いたかったんだろうね。すごいねこれね。こういう人いるって言いますよねそのセントのなんかを長老みたいな。ああそう女の人はどこにいるらしい。サウナの座る伊達とかあの満洲キツコさんの漫画にもね出てくるけど。 すごい気にするマナーを気にする。<laughs> そ,うそうそうそう。ういや、本当、迷惑だな。だ、うん、こういう存在だったんですかね。<laughs> そうかもしれないです、ね。はい。えで、ー、は、最後かな。はい,はい。ええー、のなこさん。のなこさん。はい。えー、初投稿です。お、ありがとうございます。ケチャップください事件について、お話しさせていただきます。<う>私は、今現在。それなりに、人の目を気にするタイプで。周りから、かっこ悪い。ださいと思われたくない気持ちが強い。 つままり、自意識過剰な性格だと思います。うんうん、しかし幼い頃はその性質が今よりもかなり強く出ていた上、人見知りで内向的でしたうん、うん、ある日小学校1年生になった私は母親と2人でマクドナルドに来ていました、うん、ハンバーガーとポテトを食べながら私はポテトをケチャップにつけて食べたいなと思い母にその旨を伝えました母は「じゃあ 店員さんに行ってもらってきなさいと言いました私はじゃあいいやと言い、うん、チーズバーガーを開きパティの上のケチャップをポテトにつけて食べ始めましたなるほどその時です、うん、母はいつになく真剣に私の目を見据え、うん、再度いや店員さんに行ってケチャップをもらってきなさいと言いました <laughs> 怖くなった母は 私の内向的な性格を理解していて私に注文をさせるようなことはあまりなくうん、うん、あっても私が一度拒否をすれば折れてくれていましたしかしこの時の母は断固として折れませんでしたおうおう私はどうしてもケチャップを注文するのが嫌でした、うん、ポテトにケチャップをつけて食べたいという欲望を家族以外の人間にさらすこともケチャップという言葉のバカバカしい響きも。<laughs> ケチャップくださいというこれから言わなければいけないセリフもすべてが恥ずかしかったんですマ、うん、クドナルドという店もポテトという食べ物もその響きも自分が6歳であることももはや何もかも恥ずかしく思えてきて私は席から一歩も動けなくなりました嫌 <laughs> だいいケチャップいらない <laughs> もらいに行きなさい という応酬を40分したと思います<おう> <laughs> 長いんだよな毎回私は号泣していました泣いちゃったよ、ね、それでも母は一歩も譲りません譲れよもう小学生にもなったことだし定員とコミュニケーションの一つも取れるようにならなければいけない、うん、いつもは優しい母なのに獅子の子を落とす気持ちだったのでしょう<ー>今日は絶対に我が子にケチャップを注文させる <laughs> 母はあの時 そう決めたのです <laughs> なるほど何がきっかけだったのかは分かりませんが私はこんまきし大泣きしながら店員さんにケチャップくださいとお願いしに行きケチャップを手に入れましたポテトはもうカチカチにしけていました <laughs> この事件以降私は少し強くなり<ー>自分の気持ちを 声に出して言える子供になったと思います。おお、すごいじゃん。今でも思い出しては母に少し感謝をするあの事件です。おお、よかったね。ああ<ー>、<っ>いいですね。いいですね。<laughs> <laughs> この時折れなかったお母さんのなんかこの覚悟とかなんかいろいろあとケチャップもらうの恥ずかしいって気持ちもねわかるしそこまでじゃないみたいなこともあるじゃんそうそうそう,そうあるよ <laughs> そんなでもないから、うん、いなきゃないでいいからみたいなこともあるんだけど一回思ったんならそれをもう実行しろと現実を変えろと目 <laughs> <は>の前の現実に介入しろお前はな,なるほど、うん いやでもいい結果になってよかったよね。なんかでもすごいですね。この日だったんだみたいなこの。うんわかる。すごさ。でもたまにさなんかここはやんなきゃみたいに思うときある。思うときがあるんでしょうね。まあ普通のときやったらもう別にいいかみたいな親もね。そうそうそう。思すと思うんですけど。なんかふとスイッチが入ったんだろうね。今日だなみたいな。そうそう。ちょっと一個トーンが変わるときある。あるかも。いつもはなんかさ。 なんかあれ取ってみたいなこと言われて、はいみたいなんで取るけど、この日は自分で取りなさいみたな、んか取りつく島もない島、今まで良かったのにみたいな、いやでもたまにそのあるぞ、その瞬間来るよねあるあるある、なんかある、あれなんかこれダメかもとか思って瞬間、ここをやらせた方がいいかもみたいに思った時に、ちょっとチャレンジさせたくなる。 それがちょっとね理不尽だなって思う時もあるかもしれないけどそうねこれでもさ結果的にそうよくなったけどなんか嫌な思い出として残ったら逆方向行っちゃうから絶対ににももうケチャップ何頼まないそうそうつけない私はケチャップをつけたくないっていうポテトももう頼そうそうそうねなりそうじゃんそういうねそっちに走っちゃうことそうそう もうギャンブルではある。そうだよ、もう超反爆地ですよ。でもなんか、すごいな、やっぱこの一ページって、やっぱ。いや、ね、そんだけ覚えてるんだから、やっぱ衝撃的だった。なもあるでしょ親のトーンが一個あったかも、なんか。マジだ、これ。そうそう、たまにね、あんだよね。あるんだよな。友達のさ、なんか、ちょっとあんた、話しかけて、遊ぼうって言ってきなさいみたいな。ある。なんか、ね、え、つなんで、急にみ怖い、怖いみたいな。ある。 でもなんか確かにそれでチャレンジしたことが後々良かったなって思ったことも結構あるなと思う、まあ、こういうのもありかっていうね、うん、そうこれが難しいんですよねさじ、ね、加減がうんお、うん、母さんもね頑張ったと思いますそうですよ本当。うん <laughs> こういうのが人間のね <laughs>、うん、性格になっていくっていうさそうだ、ね、すごい話ですね。やっぱいやそうだと思いますよ。これがみんなにあるんですから。<ー>う途方もないです本当にあの事件っていうのは <laughs> <laughs> 本当ですよ。<laughs> というわけで皆さんも思い出したあの事件あれば送ってください。はいお願いします。<music> こちょっと親戚のいとこが家に泊まりに来た時があって自分の娘たちがテンション上がって次の日の朝もう夜中に起きて虫を取りに行きたいって言い出したんですよ山に山にで行ったんですよその女の子4人連れて俺もう朝3時に起こされて朝でもう夜中です完全夜中。で行ったんだけど。 夜中の3時過ぎぐらいの山死ぬほど怖くって懐中電灯持って行ったんだけどさ何が怖いってさ不審者がいるんじゃないかっていう怖さがすごいのよ。人人怖怖ねそう、で子供たちあんまそういうの考えてないからさとにかくムシムシっつってさなんか歩き回ったりしてんだけど「しょちゅあんま離れんな」とか言ってさ。 もう俺はそのみんなの足元照らしつつ、いやなんかもう段差とかでさあああって落ちちゃったりとかもあるじゃん。そうそうそうあるし、だからそこ気をつけつつライト光らせてるからさ周りからはもう丸見えなわけじゃん。ここに変な四人組いるぞみたいな。虫を取りに来た。そうそうそう。愚か者が愚か者が酔っ払いの格好の餌食だったりするわけじゃん。なるほどね。だからもう怖くて怖くてさ周りをこうやって警戒しながらずっと。 いたらなんかさカブトムシが思いっきり飛んでたんだよめっちゃいるじゃん虫虫いんのよブンっつってもう目の前にあんなになんかさでかい塊がブンブン飛んでんのがめちゃくちゃ面白かったなんか目真っ赤にして飛んでんのカブトムシ真っ赤なの光当てたら目が真っ赤なのええ この生き物みたいな感じで飛んでないもんねカブトムシ普通飛んでないゃんう夜になるとやっぱ飛んだりするんだよねで飛んでんの見てうわとかなったりしてもうほんとね道中が大冒険でめっちゃ面白かったですひと夏のねひと夏の一ページでも虫とってもさ飼えないからそうあれなんだよなもうでもそろそろ夏休みももうで中もう もう佳境ですわ佳境ですよようやくですかね子供はねめっちゃ嫌がってる確かに7月22日に戻りたいってそう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 言ってますね言ってんなああいや本当ですよまあうちらは解放されますけどねんか夏休みの宿題はもう終わっああ宿題ねいやまあまあ終わってますねあれってまだあるの自由研究ありますね自自由由研究か工作ん 選べてどっちかやってる何やればいいっていう研究いやそれむずいんだよね、うん、なんか本気で考えたら結構面白いのいろいろさはい、はい、あると思うんだけど、うん、面倒だ、ね、いや <laughs> 俺結構なんかいいアイディア 出たのよ「何,何すよ」って言ってたら町、うん、の,の中で行ったことないお店とかに入って、うん、なんかそこで発見したものを書けばとかなるほど通ったことない道とかそういうとこに何があるのか調べてみたられ、うん、これなんか面白そうじゃん採用されずでした、ね。えー

あの一生懸命じゃなくなってるとこがあったりする、ね、一生懸命じゃなくなってる自分のさ仕事とかのことって考えたりしてるともう子供たちのことで考えるのをもう脳みそ使いたくないみたいな気持ちになっちゃってクリエイティブがそこまで回らないそうそうなん,かなんか全然本気のことを考えてない感じがする、うん、自分の中でなるほど確かになんかそれはよくないかもしれないなと反省、うん、してください <laughs> はい反省 <laughs> してま <laughs>、はい、す、ねはい ちょっとあのさっきのあの事件の,あのケチャップの話ともちょっとつながるんですけどお寿司さんあの権威としてね褒めの権威ですよ活躍されてるんで <laughs> 逆のこの叱るみたいなところもちょっと考えていってもいいんじゃないかっていうことで叱るについてね、うん、最近すごいいい知見を得たんでこれをちょっと皆さんとも共有したいということで。はい こういう話をしてみたいなと思っております。いいですね。来週もお楽しみに。はい。ありがとうございました。さようなら。